それでは、普通のレギュラーチューニングのギターで最近流行りの7弦ギターのようなヘビーなサウンドを出す方法を紹介したいと思います。まずは普通の、ようにパワーコードで E マイナー DC を、弾いてみたいと思います。このパワーコードのこの5度の音を1オクターブ落とすことによってサウンドが重心が下がります。でアップピッキングで弾くことによってよりヘビーな、サウンドに近づけます。ピッキングとフィンガーピッキングを使い分けることによってファンキーなサウンドを変えるスタイルを紹介したいと思います。まず通常のピッキングを使ったフレーズです。これをフィンガーピッキングに変えて演奏したいと思います。ギターを演奏することにおいて決まったルールなどはありません。皆さんも様々なスタイルでいろんなトーンを求めるために、ギターを弾いてみてください。それでは次回をお楽しみに。